前回脅威でもなんでもないわと言ったんですけど、なかなか脅威でした。緑の脅威を再チャレンジしたいと思います。今日倒さないとって思ってます。というわけで味噌汁日記、本日の味噌日記は緑の脅威再チャレンジ二挑戦、挑戦二挑再今回緑の脅威を倒すにあたってちょっと縛りをかけたんですよ。皆さん覚えてますか？自分で公約は一切見ない。皆さんのコメントで、コメントのみで攻略するという、本当にコメントいろいろありがとうございました。まず皆さんのコメントを参考にパーティーを組んでみました。まあその中で星なら使うとか卑怯じゃんみたいな声もありました。私もねそれは本当に思ってるんですよ。しかし背に腹は変えられないと言いますか、負けたくないので星なら全力で使っていきたいと思います。コメントを参考に組んだパーティーがこちらです。じゃん。フィーバーがリーダーで、あとは、まあ、単体攻撃無限だったりキクリの SBB でヒダメージでアップだったり、シエラで攻撃力上げたり半減したり、あとセピアで通常攻撃めっちゃ強いやつだったり、あとフレンドはカノンで状態上無効したり防御力が大アップしたりみたいな。で2パーティー目がこちらです。はい、これはもうクエイドリーダーで、もうここまで来たらゴリゴリ行くしかないなみたいな、あのちょっと1パーティー目星7は全力で使いまして、ホスト不足やら何やらいろいろありまして、スフィアも全部1パーティー目に固めて、1パーティー目で倒せなかった時のためのこの残りを削るためのパーティーです。はい、で3パーティー目がこちらです。前回のコメントを参考にちょっとスフィアとか適当だったので、ちゃんとこうねマンドラゴラ愛の感じるこのフルドマンドラゴラでいきます。アイテムもなんと即死攻撃が来るとのことで、このね像、女神の像とか持っていくといいよってあったので持ってきました。こんな感じで挑戦します。コメントによりますと、このグラビオンってやつがなんかエネルギー充電中みたいな、いやもっとのぶとい声かな、見た目的にエネルギー充電中みたいな感じのことを言ったら、すごい強いヘビーグラビトロンっていう名前の攻撃が来るらしいです。その時は半減プラスガードみたいな感じで戦うらしいです。不審薬を使って半減していきます。半減だけで足りるかな。いっか、いっか、半減だけで。よし、大丈夫、いきます。ライト投げました。あ、そんなに思ったほど、なんか、そっか、はい、さすがになんか星7こんなに使うと罪悪感が出てくるほど削れませんね。我々人はダメだ。私なんかもう前も試練のやつで言ってたんですけど、これなんかね文字じゃなくて自分の HP 見ちゃうんですよ。これダメな癖ですよね。絶対ダメなやつだから分かってるんですよ、私は。ただ見ちゃうんですよ。あーやられる、あー痛い痛い痛いみたいな。
そう、エネルギー充電必要、絶対ね。今のとこ、文字一個も見えてないから、来てる予感はしておりますよね。来てんのかな、怖いな。あれ、これ来てたんじゃないの。あー、来てた。待って待って、もう一回やらせて。今私ちょっと、もうもうこれ今日負けじゃないですか。私が今 HP 見てたなって思った瞬間、ヘビーグラビトロンですよ。もう一回やらせてください。それではいきます。1パーティー目をちょっと変えました。さっきシエラを、ちょっと私シエラ育てたんでドヤ顔で入れてたんですけど、そういえば敵緑だってことに初めてから気づきまして、ダルバーシェルに変え、カノンと、ま、ちょっとダダかぶりしてるんですけど、その辺アルファもかぶってたりするんですけど、その辺はもうしょうがない。なるべくとにかくもうバフがかぶっても倒されなければいいんだって思って、ちょっと火で固めてきました。いきます。物心薬を使います。いやー、ほんと HP は見ない、 HP は見ない、 HP は見ない。火だからなんかさっきよりもすごく削れるような、ないのかな。あれ今充電中出ましたよね。半ゲー打ってガードです。いきます。これで耐えれるはず。ガードでこのダメージってすごいですね。よし、半減が打ってないという、半減が打ってないから安全に不審薬を使いましょう。もったいない気もするけど、こうやっていつももったいないと思って倒されてるんで、でちょっと怖いんで女神の像をとりあえず雷だし一番 HP の多いカノンに入れておきます。いきます。でちょっとなんていうんですか、アルファの DB を出してもよかったんですけど、2体もいるしハートクリスタル間に合うかなという気持ちでいるんですが、あ、よかった。まだか。よし、もうあとは攻撃あるのみですね。ダルバンシルよりも後にカノンを撃つことを忘れないようにしなきゃ。何のためにコメントでいっぱい撃つ順番って言ってくれてたのに間違えるところだった。トルブレス、あー来たー、カノンにあのグランハザードってやつですね。あれが HP 多いやつに即死の技みたいなやつです。カノンがまたこうなってしまったので怖いから、女神の像をもう一回カノンにしとこう。安全安全。何が来るんだ次。おー、カノンに来た。よし、これ不審薬より女神の方が良かったっぽい気もしちゃいますね、ここまで来たと。しかしまあめげずに行きます。いろいろ思うとこはありますが、ガンガン行きます。 Yeah!
を進化しました。で、ちなみにこの星5なるジーナ、星5、これ星4ですか、あれどれが星5なんだろう。星5ですね、これが多分このルジーナ。え、竜の後ろ、わからないので、なんかあれですよね、私がコメント読んでピンときてない感が申し訳なく思いながらも、多分これが半分以下になると全体のバフ消しをしてくるとのコメントがありました。こいつじゃないのか、こいつだよね。え、こいつでいいんですか、大丈夫ですか、私間違ってるのかな。いきます、もうぐたぐた言っててもしょうがないんでいきます。大丈夫だ、まだ蘇生薬が2個あるから、あれ、これを倒したら勝ちですよね。あれ、これを倒したら、あー、危ない危ない危ない、もういいもういいもういいよ、やめてくれ、お願いします。よし、なんとか、はい、いきます、次もいきます。きついらしいですか、うわー、木属性攻撃と水属性攻撃がいます。木がちょっと辛いのでリュカを先に倒した方がいいのかな。リュカ狙いでいきます。しかしルカがなかなか削れないのではないか。あ、意外と削れる、よし、5ターン分ぐらいルカがいる、食べれるかな、5ターン。アルトリオン来ちゃった、大丈夫、あ、ゼルナイトが出てきた、あ、カノン頑張って、カノン、僕のカノン、よし、いい感じに、いい感じにキクリの SBB が効いてくれました。今のが多分ルジーナ半分いた時のバフ消しとかかな、バフ消し、バフ消しされてる、あれ消されてない、何だったんだろう、 BB が減らされたのかな。ちょっと文字を見なきゃと思って下半分から目をそらせたら何が起こったか、もうなんでどっちもできないんだよ、私の脳は何なの、もう指令系あるともうバカがバレる、やだ、いやいや、もうリュカも倒そう、私は一つのことならできるんだ、リュカは倒せる、するよ、一つのことだけに集中しよう、ダメ、いろいろ考えちゃうね、私は目先のリュカを倒すんだ。よし、これで属性付与とかなくなったし、ルジーナに集中できるというわけですね。なんか今消されたっぽいエフェクトが出ましたけど、今のはなんだ、チェック、ステータスチェック、あー、バッケシだ、よし、かけ直せばいいだけですよ、バッケシなんで、いきます、あ、アルトリオになってる、ボン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 、はい、なものはつけ直せばいいわけですよ。そして防御力大役カノン、頑張れ、よし、君たちならやれる、倒せ、あれ、これ倒したらもしかして
福の音が聞こえます。あれこれ。どうした？あ、ゼルナイトが残ってる。いやもう嬉しいですこれは。いきます。これはもう来たんじゃないですか。全部使っていきましょうよ。やったやったやりました。ソシル選手やりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでやりました。そしてもしかしてあれじゃないですか、あれじゃないですか、なんかみんながさ意外とフレンドとかで真っ黒みたいなの持ってる人いて、これなんだろうってずっと思ってたやつじゃないですか。きた、じゃん、おー、 BB 獲得時 BB ゲージ上昇量が増加し、さらに攻撃力、防御力、回復力、最大 HP を 15% アップする。え？これ、BB ゲージの印になってますよね。普通、ステータスアップって、なんか、こういう感じでアップっていうアイコンじゃないですか。ってことは、この 30% アップと、この 15% アップを、一緒に持てるってことですか？めっちゃ強。めちゃくちゃ強いですね。はい。いや、嬉しいです。でもコメントで誰もこのスフィアのこと教えてくれなかったじゃないですか。なんで言ってくれないんですか？うん、見てくれた人。これで初挑戦今からする人とか、このスフィア超強いんで、いや、まあ、クリアした人からすると当たり前、でしょと思ってコメントしなかったのかもしれないですけど、私は今感動しております。というわけで皆さんのコメントのおかげで倒すことができました。ありがとうございます。はい、でですね、まあまとめますと、いろいろコメントもくださいまして、私が戦った体感で、皆さん今から挑戦する人にコメントを残すとしますと、まずルジーナは、その最初の携帯のルジーナの、あれですね。あ、最初から行くと、あ、コメントを残すといたしますと、グラビオンの、なんか、エネルギー充電球みたいなの後の強攻撃。あの時は、半減ガード必須っていうのと、あと、その第一携帯、ルジーナの、あれですね。グランハザード。グランハザードがめっちゃ強いです。なので、敵はいっぱいいるんで、無人薬はちょっとあんまりいらなかったなって、最初使う分ぐらいだったなって思ったんで、ゾウと蘇生薬をフルで持っていって、あらかじめで HP の高いやつとか雷とかに倒されやすそうなやつに入れたりとかして、まあ、回復してフルに使って、最後の携帯はもうゴリ押しで、ルカ優先で倒すとかそういう感じでやればいけると思います。というわけで皆さんのおかげでこんないいスフィアを手に入れられました。ありがとうございました。私の最初のミスを忘れてください。じゃあねー。このコインがこっち2週間移動したらチャンネル登録してください。いきます。すごいですよ、テレキネシス。わー、すごい、私こんな力があったなんて、すごいすごいよ。